おはようございます。みさぺこです。今回はまだカトゥーンの現場が終わっていませんが、次の現場が決まったので、それの報告動画です。いやー、急に決まったよね。今回ね、ツイッターでちょっとボソッとキスマイフット2のコンサート行きたいなってつぶやいたら、なんかエゴサしてた人が声かけてくださって、なんかそのご縁があって、なんとキスマイフット2福岡公演参戦することになりました。嬉しい。私キスマイのコンサートとかさ、デビュー婚以来なんだけど、大丈夫？そんなにわかが入って大丈夫？え？みたいな気持ちでいる。デビュー婚だと思うんだよね。うちらがさ、宮田にさ、めちゃくちゃおたげ打たせられた時。違ったらごめん。だからもう丸10年前のお話ですね。あの時はね、マリンメッセのアリーナだったんだよね。しかも、その入らせていただくのが、デビュー日、8月10日。とあとオーラスの8月11日の2日間を入らせていただく予定となってて、この2日間でツアーが終わっちゃうんだよね、多分だったと思うので、すごくなんか素敵な2日間に私は入らせていただくなっていう気持ちでいっぱいです。場所がさ、PayPayドームなの。福岡ドームね。福岡ドームってさ、私車でしか行ったことなくて、お母さんとかに連れて行ってもらって、お母さんとかおばさんとかに連れてってもらって、一人で行ったことがないから、どうやって行けばいいんだろうってちょっと悩んでるんだけど、なんかバスもあるし電車もあるみたいなんで、なんとかこう自分で探していきたいと思います。あとさ、コンサートのさ、時に今回さ、お泊まり一人でするわけじゃん。ってなると、一つ問題なのがキャリーケース問題っていうのが私の中で浮上してきて、そのお泊まりの時ってキャリーケースで移動するわけじゃん。やっぱりみんなキャリーケースどうしてんのと思って。昔はさ、なんかフロントに預けれたじゃん、コンサート会場のフロントに。なんか預けれてて、なんか引き換え番号とか渡されてたんだよね。でも今ってそれがないじゃん。キャリーケースどこに片付けようと思って、最悪福岡だから天神バスセンターのところに置いてこようかなって思ってるんだけど、いや、どうしようかなーって、なんかすごく冷静に考えてる。で、グッズもこれから買うから、間に合うかなーっていう気持ちで、でも8月だからまあ間に合うだろうと思ってるんだけど、これからグッズ買ってって慌ててバタバタしなくちゃいけないなって思ってるんだけど、でもまあ、こうやって入らせていただくっていう喜びを噛み締めて、これからね、またさらにお仕事を頑張っていきたいなと思います。もうなんか、こう、感情の起伏がすごい最近は。なんか少し嫌なことがあって落ち込んでても、こうやってプラスなことがあって全部帳消しにしてくれるから、なんか正直今ね、職場があんまり好きじゃなくて嫌な思いしてるんだけど、だけどなんかこういうプラスなことがあるから頑張っていこうって思ってます。そんな感じかな。待って、どうする？メイクとかってどうしていったがいいの？キスマイのさ、ファンの人たちってどんな格好をするんだろう？え、私浮かん？大丈夫？でも、カットクリースはしたいじゃん。わかる？最近私、現場はカットクリースのメイクしていくっていうのが自分の中でこう決めてて、それがなんか自分に強さを与えてくれる。自分に自分らしさを与えてくれる手段の一つだと思って、私が求めてる、こう、像みたいな、求めている姿っていうもののために必要な技法をやっと手に入れたので、それをね、こうやって自分らしくやっていくために頑張っていきたいなと思うんで、やっぱメイクとかさ、こだわりたいんだけど、藤ヶ谷ってピンクなんだけど、どんなメイクしようかな。ピンクか。まあまあまあ、メイクも服装も考えたいと思います。8月だから多分きっと暑いしね、暑いと思うので頑張ろうと思う。髪の色とかも決めなきゃな。水色にしちゃう？何色がいいと思う？どうしようかなーってちょっと悩んじゃうよねー。
でもまあ夏ぐらいから水色にしたい気持ちはあるんだよね。まあ美容師さんと要相談って感じなんだけど。でさ、私今年さ、あの身内内ででっけえイベントあるからさ、好きな時に好きなことやっていかないとさ、この心持たねえんだ頑張っていこうと思います。こんな感じかな。だからなんかグッズも買わなきゃいけないし、まあホテルは取ったから、でバスは比較的に取りやすい地域にはいるんで、バスとか電車とか取りやすい地域には生きているんで、まあまあまあそこまで悩まなくていいかなって思ってます。まだだいぶ先だしね。うん、今が4月なんで、まだ4ヶ月ある、4ヶ月っていうか、まあ、まあ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 3ヶ月と10日ぐらいあるので、まあその間にいろいろ決めていきたいなと思います。とにかくこの現場がどんどん決まっていくっていうこの喜びをね、もうほんとね、ほんと伝えたかったの。ほんと嬉しいの。私ほんと感情がさ、あまり顔面に出ないタイプだと思うのね。どうなんだろう、多分私自分で動画編集しながら思うんだけど、すごく仏頂面で喋ってない、なんか顔面うるさくない感じ。でもさ、私芝居の時ってめちゃくちゃ顔面うるさいんよ。え、お芝居しながら喋るってでも嫌じゃないって思って、でなんか素の自分で喋るようにしてるんだけど、この私の喜び伝わってんのかな、どうなんだろう。なんか私も急すぎてすごく混乱してるんだよね。すごく混乱してるんだけど、でもまあ楽しく現場を迎えたいと思います。はい、ではキスマイフット2で会う皆さん、よかったら仲良くしてくださいペイペイドームでお会いしましょう。ということで、ミサペコでした。バンダでーす。バイバーイ。